はい、どうも皆さん、こんにちは。テストチャンネルのテモです。今回の動画なんですけれども、今回実際にプレイするわけではございません。ということで、今回何をするかというと、はい。まあ、フォートナイトね、リプレイスだったっけな。まあ、そういう、機能があるんですよね。皆さん知ってると思う通り。なんで今回ですね、そのリプレイをね、見ていくんですけれども、撮影する、まあ、撮影がいいんですね。まあ、自分ではかなり、いいプレイをしたつもりだったんですよね。まあ、あまり、周りの人から見たら別に、いや、下手くそだろうとか思うかもしれないんですけれども、まあ、自分なりにかなりいいプレイがね、できたんですよ。スナイパーでバン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 ね、抜いていったりとかね。なんで、ぜひその動画をね、見てほしいということでね、リプレイを一緒に見ていきましょうといった、そういった感じの動画になります。それではね、早速見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、これですね。ゲームプレイ画面、これっすね。あれ？とりあえず、これが、まあ、キルのマークなんですけど、プレイ画面で見ていきましょう。はいはいはい。はい、こんな感じでね、とりあえずロッキーに降りたって感じですね。はい、こんな感じでロッキーに降りてですね。まあ、こんな感じで開けていって、サルトゲットして、ショットガンゲットして、まあ、適当でやったと。で、ダメージを与えてやっていったんですね。まあ、ここら辺のキルはまあ、普通です。そして、ミニポートが飲んで、次のキルが、あ、これですね。ここかなり、はい、乗ったりね、してたら、また乗って、ね、そう、もう一人参戦してくるんですよね。宇宙に。え？もう一回乗って逃がさないという意思で、はい。そして、今ずっと乗ってたわけなんですけども、こんな感じで、いっぱいですね、人が来て、行ったんですけど、あの人は、ね、逃げてしまってですね。で、この人はですね、はい、この人を無事、ここで倒しましたね。はい。で、2キルって感じで、はい。ここら辺はまあ、スナイパー下手くそなんですけども。次のキルが、ここですね。敵がいるかな。はい、後ろにね、こう敵がやってきました。そして、矢を押して、倒すって感じですね。はい。まあまあまあ、ここはないんです。ここからね、多分スナイパーの闇がやってきます。ここかな？ここら辺ですね。ここからスナイパーの鏡ショットが連発しますよ。はい。あそこにね、狙ってる人いるんで、こう、ヘッショね。狙って、はい、しっかりヘッショね、決めていきましたよ。で、次。さっき倒した敵が狙っていた敵をですね、探しております。そして、はい、あそこに確認して。はい、ヘッショ抜いていきました。はい。はい。最初ね、あのボットとね、勘違いしそうで危なかったんですけれどもね。はい。これで残り44人っていう、そういう感じですね。で、金のスナイパーに持ち替えてですね、武器を整えました。そしてね、まだ、金庫もう開けられてんなってことなんですけれども、まあ、金庫、やっぱりもうちょっと漁りたいと思って金庫に行きます。そしてですね、こんな感じで漁って、金庫に行ったんですよ。そしたらね、足音のエフェクトがして草むらにいましたと。そして、この敵もしっかりとやっていくって感じですね。ここか。そうそう、こんな感じで結構ね、銃声がしてたんですよ、ここで。ここで銃声がしてて、なんでこんなバグってんだよ、キル。で、ここで抜いていきますね。抜いていって、ここはね、かなり外していくんですよ。なんかやばいほど外してるんですけど。この外しが続いて、
ここですね。ここで、はい、あの敵をもうまたまた外していくと。そして、上に上がって、こいつをやるといった世界ですね。ショットガン外してるんですけれども、一発目。これで、なんと、ハッキルですね。はい。で、ここに行きまして、はい、ここでミニポーを買っております。その時ね、常にもう足音がしてたんですよね。で、前に突然現れて体力がやばいんですよ、この時。10まで。10まで減ったんですけれども、まあ、しっかりと倒していった感じですね。はい、次のキルは足音がしたんですね、この家で。なんで、天井に登ってですね、待機と出会うのを待っていたって感じです。ここで、はい。するとですね、まあ向こうにも敵の姿が見えたんですけれども、こちらの敵を狙ってですね、ここの天井が開きます。そして、ダメージを与えていくんですけど、まあご利用しては無理なんで、しっかりと、はい、こんな感じでやるんですけど、ここでね、敵がこういう建物を建てます。名前知らないですけど。はい、で、上から出てきて、やるといった、そういう感じですね。はい。これで、10キルで残り12人といった、そういう形になってですね。こっからずっと長く、ここですね。はい。ここも終盤ラスト5人の時ですね。はい、そこまでキルはなかったんですけど、体力ずっと150でやってまして、頭出してるやつがね、いたんで、ミッション抜きました。で、周りを見渡してますけど、ずっとこの長いのが続くよね。多分4人で。3人になってますね。いつ狙おうかなっていう。で、まあちょっとアンチがやばくて移動したって感じですけれども。そして、はい、ここ草むらあるんですよ。ここ実は草むらがあってですね、はい。こんな感じで1キルですね、はい。こんな感じで3人以上にしたらいいかな。わかんないけど、まあまあまあ、こんな感じに。あと残り2人でね、スナイパーで抜くんですけども。相手の視点はずっとこんな感じですね。この人も11キルしてんのかな？本当だ。11キルして、この人は僕の位置が分かってた感じなんでしょうか。でも分かってますね、この人。ずっとこんな感じで。まだ探してんのかな？ここで、頭を出すんですよね。出しまして、撃ってきました。で、ちょっと分からなかったですけども、こんな感じで、やると頭が、はい、先ほど言った通り、こんな感じで頭が出るんですよね。頭を出して撃ってくるんですよ。なんで、ヘッショーバーンと決めたって感じですね。で、ヘッショーバーンと。これでビクトロイという感じでしたね。はい。どうですね、この試合。まあ、僕にとったらかなりいい方の試合なんでしょう。はい。じゃあね、とりあえずロビーに戻ります。センスのチャンネル。はい。ってことでね、しっかり、まあ、ビクロイ取れたんですけどね、スナイパーで何キルしただろう。結構、スナイパー良くなかったですか？今シーズン、スナイパー、ヘッショワンパンなんでね、そこ、だいぶ、エピックさん、ありがたいところでございます。はい。この動画は、まあ、こんな感じで終わるんですけれどもね、まあ、またどんどん、フォートナイト実況の動画とかもね、出していこうと思うので、ここの動画がいいなと思った人は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。そしてね、Twitter と Instagram のフォローもお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。俺ってスナイパー上手くない？